はい、皆さんこんばんは、清介です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、コメントでいただいた質問にちょっと答えしようかなというふうに、思うんですけども、まずね、最初なんですけども、小学生のうちにはどういった練習したらいいですかと。僕の小学生に対しての持論はですね、本当にまずは一番大事なのは野球を好きになることだというふうに思ってまして、やっぱりね、ここが好きにならないと続かないと思いますし、うまくもならないと思うので、しっかりとね、この最初の土台の時期にね、野球を好きになることが大切じゃないかなというふうに、思います。僕自身もね、小学生の時って本当に、楽しくやったなっていう印象で、やっぱりね、最初のスタートがやっぱ楽しかったからこそ、今もこのように、いろんな形で、役に携わることができてるのかなというふうに思いますんでね、しっかりとね、今を楽しんでほしいなというふうに思います。続いてなんですけども、バッティングがうまくいきませんと、どのような風にしたらよいですかというところなんですけども、バッティングってね、いい時もあれば悪い時もあるとは思うんですけど、まずね、その小学生の時に、しっかりとこのバットの感覚っていうか、飛ばす感覚、遠くに飛ばす、強い打球を打つっていう感覚をね、しっかり身につけることが、大事だと思います。バットはね、多分、体にもよると思うんですけど、重さを感じたりとか、軽いなって感じたりとか、でもね、小学生のうちってやっぱね、重いバットを振ってみること大事だと思います。またトップバランスですね、トップバランスのバットをしっかりと振れることってすごく大事だと思います。やっぱりね、こうだんだん体の力がついてくると、どうしてもこう力で振ってしまうってことが本当多くてですね、そのためにこう体が開いてしまったりとか、打ちたいから上半身が主導になってしまったりとかっていうのはあるんですけど、しっかりとね、まずはいろんな動画でもあると思うんですけど、上と下どっちが強いって言ったら、やっぱり皆さん足で歩いてると思うんで、腕立てというか逆立ちで歩いてる人ってなかなかいないと思いますし、下がね、絶対的に強いと思うので、この下という下半身っていうところをやっぱり理解して使えるようになることがやっぱり大事じゃないかなと思います。その中でこの、上半身は力感がなく、で下半身が連動してくるということが多分大事だと思うので、できればこうトップバランスで重さ、ヘッドの重さを感じながら振れることが、振られてもいいと思うんです、最初は。まだ体がちっちゃかったりするわけなので、でもその中でこう、ヘッドが効いたというか、そこからだんだんこう下半身で強く振る方法をね、覚えていけばいいんじゃないかなというふうに思います。小学校4年生の息子がいます。このうちにしといた方がいい練習があったら教えてくださいということで、小学生のうちってこう感覚的なところを養えばいいんじゃないかなというふうに、思っています。でもちろんこう野球がを続けていくことが僕も嬉しいことですし、またそのご本人が、好きでいられるようなね、環境を作ってあげることも多分大事だとは思うんですけど、野球だからといって野球だけに縛られず、今僕北海道にいますので、例えばスキーをやってみたりスノーボードをやってみたり、もちろん怪我のリスクはたくさんあるんですけど、その競技にしかないというか、そういうと語弊がありますけど、違った動きをするスポーツをしっかりやることで、体幹だったりとか、バランス感覚だったりとかっていうのが養うと思うんですよ。それを多分一個の競技に縛りをかけてしまうと、ダメとは言わないですけど、遊びの中から見つけれることが多々あると思う。またちっちゃい頃、小学生、中学生ぐらいまではこういろんな競技をやっていいんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、今僕北海道って話しましたけど、スピードスケートだったり、あとはまあ柔道だったり水泳だったりと、こういろんなことってやっていくことで、やっぱりね、同じ体幹といってもやっぱりちょっと競技によって違ったりとか、つく場所が違ったりとかっていうのはあると思うので、僕は最初水泳はおすすめしてます。まあ、しっかりとね、こうクロールなんかやると肩甲骨の可動域だったりっていうのが広がって、また怪我の少ない選手になれると思うね。また水泳ってね、やっぱ体幹も必要ですし、まあ、バランス感覚が、しっかりしていないと、まあ、進み方だったりっていうのも違うと思うので、ぜひね、いろんなスポーツをやってほしいなっていうふうに思います。これはあくまでは僕の将来的な夢なんですけど、まあ、こう多ジャンルのアスリートがこう会話をしながらいろんな知識をこう共有し合ってね、一つの目標に向かっていくっていうことができるね、施設を作っていきたいなというふうに思っていて、今先ほどもお話ししたように、その一個のスポーツに執着するんではなくて、もちろんそこで上を目指すことが大切なんですけど、その過程の段階としていろんなアスリートの話が聞ければお互いにこう高め合うことができるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、僕はそういった施設をですね、将来的に作っていけたらなというふうに思います。そしてですね、やっぱりどのスポーツにも言えることなんですけども、やっぱりこうスタートが楽しくないと続けることもできないと思うので、そういったところもね、まあ、周りの方たちがしっかりとその道筋を作ってあげることも大事じゃないかなというふうに思います。私は高校野球公立校で野球をしていますと、僕たちでも日本一になれますか。まあ、そうですね、日本一になることって、まあ、4000何百校ある中の1個なんですけど、僕が感じるところもそうなんですけど、やっぱり公立だからとか私立だからっていう、そういったその、まあ、やるのは選手だと思いますし、その学校に縛られるというか、そこは関係ないんじゃないかなっていうふうに、思います。まあ、どんな学校だろうが、まあ、選手たちが、まあ、9人なのか18人なのか、50人なのか100人なのか分かりませんけど、そのチームの、ね、人間がしっかりと同じ方向をしっかり向くことができれば、まあ、どの学校にも僕はチャンスあると思っていて、まあ、環境だったり、まあ、縛られ時間に縛りがあったりするところもあると思うんですけど、それはね、やっぱり自分自身がどうやってやっていくかっていうのが大事だと思いますし、まあ、長くやればいいってもんでもないですし、まあ、密度濃い練習がね、1時間でも30分でもできれば勝ちにつながる練習ができると思うので、僕はそこはどっちがっていうことはないですね。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとですね、何個かの質問に答えさせていただきましたけども、最後にね、僕自身出演するというか、まあ、こういった形でねお話するのは初めてなので、ちょっと自己紹介というか、まあ、僕北海道出身で今も北海道に住んでるんですけども、まあ、北海道の野球も含めてはですね、まあ、野球に貢献していきたいというところからこういった動画の方を上げさせていただいてますけども、まあ、先ほどもお話ししてましたように、まあ、最終的にはこういろんなアスリートが集える、いろんな情報共有ができながらお互いを高め合える施設を作りたいなというふうに、思ってます。まあね、簡単なことじゃないと思いますし、まあ、いろんな弊害もあると思うんですけども、まあ、北海道の、ね、野球のために、また尽力できればなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、最後になりますけども、皆さんからのコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。またチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上、ケースケーション。